Virginia High School introduced the, you know, like the tool that we use like in this school, mm-hmm. maybe more people can access like the mm-hmm. education mm-hmm. easily. Mm-hmm. And then the you know, the range of the education that that they can access is also, you know, widened. So I think for education, it's true, there are some students who don't have personal computers or tablets. So someone said they don't have, we can't give equal opportunities to all the students. But now, やるべきことをやることですよ。まず基礎固めをするじゃないですか。日本の中学校の英語っていうのはね、日本語を喋りながら日本語ベースで教える英語ですから、英語の基礎ではないです。本当の英語の基礎っていうのはネイティブの、例えば子どもたちが話すよ、あのレベル。簡単な単語をもう自由自在に使いこなすじゃないですか。でそれはもうね、とてもじゃないけど日本の中学レベルじゃないですよ。So, what are you going to do in Hokkaido?I'm going to the zoo. That famous one. Yeah. What's famous? Asakawa. Asakawa, I think. Yeah, they've got really funky, like, fish tanks. You can go under it. Yeah, that's right. Yeah, it's supposed to be really, like, cool. Their display, the way they display it and exhibit the animals are really unique. Where is that? Asahikawa. Asahikawa, which is like a couple hours away from Sapporo. Wow. But we're going to fly into Sapporo and then, you know, take like a tour bus or something. That's cool.あの子たちが使ってるその簡単な基礎英単語を、あのレベルの基礎力を私は申し上げます。とてもじゃないけど数ヶ月で身につくものでもないですよ。ビジネスでも使え、討論でも使えて、ジョークを言い合ったり、そういったことが自由にできるレベルを目指すんであれば、確固としたネイティブレベルの基礎力をまずつけることがまず第一ですね。学校の英語って基本的には暗記するっていう形が主流だと思うんですけど、ネイティブマスタープロはその暗記っていうものが一切なくって、インスタント的な用語例みたいのはないんで、その代わりにその基礎となるような単語、いろんなパターンで出てきて、土台作りみたいのがもう全体を通してできるようになってるんですよ。他との違いは日本語を使ってない、余計な日本語の先入観を使わずに学べるっていう、それなりに早いんですよね、ネイティブスピーカーの話するスピードが。でも僕的にはこれできないとそもそもネイティブレベルで話すの無理でしょって思ったんで、きついとは思いましたけど、でもそれが本質だと僕は思う、生の英語というか。大切なのは今自分に何が欠けてて、何が必要で、それをちゃんとしっかりまず見極めることですよね。何を身につけるにしても、人は集中してる時にしか何も身につかないですから、集中させるようなもの、まず自分自身です。海外旅行とかに行って、その瞬間だけちょこっと話したい人はやる必要ないと思います。例えば自己紹介をするとか、自分の趣味についてとかを話すだけで大丈夫ですっていう方は他の教材でも大丈夫と思うんですけど、もっと奥に進みたい方、そういう方はすごく向いてると思いますね。就職先が決まったので、海外の支店で働くことも挑戦できるので、そういったところを今は目標に。英語を使って何かをするっていうことを視野に入れられるようになりました。自分がもともと興味があった経営、ビジネスをじゃあ英語でやったら、もしかしたらここで学んでることも活かせるし、自分の好きなこともできるんじゃないかなと思って、その自分の可能性とか視野が広がったなっていうふうに感じてます。